うな重のスタイルのやつは。関西風は結構やってるけど、関東風でこれやってないな。あの金串は関西風なんですね。あれは基本関西風です。関西風っていうのは、あの金串をこうグイ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 やって、それでこううなぎを柔らかくするんですよ。こういう形でやっちゃうと、ね、どん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 縮んで硬くなって、よくあの昔ゴムみたいだみたいなことがあったから、そういう感じの縮んだうなぎだったんですよ。その関西風の職人さんたちは、こうグイ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 身をこうほぐしながら、こうやってやるんですよ。あ、でもなんかそんなイメージ、グイグイやってるイメージありますね、なんかね。だけど僕たちがもしもこんなことやっちゃったら、もうあのやってないのに身が割れてる。